上海にやってきました。本当にね、上海は近代的な都市で、街にも、活気があふれています。上海モーターショーは世界のモーターショーの中で今唯一拡大傾向です。そのね、息吹を感じてみたいと思います。チャララララン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 陳さんですね。はい、清水和夫、陳さんです。はい、4月に上海モーターショー行ってきました。シェシェ、まあね、すっごいでかいですよ。とにかくついになんか来たかって感じだね。来ました、大国が。そうですね、一応ブース面積でいうとですね、17万平方メートル。ちょっとイメージわからないね。東京の何倍ぐらいの？東京モーターショー前回が44,500、今年は22,500です。2年前の今年半分になっちゃう。そうですね。そうすると9倍。そう、7、8倍ってどうですかね、面積でいうと。で、出品者数でいうとですね、上海が1500社、で今年の東京は122社です。うひゃー、10分の1以下です。まあでも1500社とほとんど、はい、1000社以上が中国の、そうですね、大小合わせた自動車関係のね、はい、まあ部品メーカーもねすごくいっぱいありますからね、だからやっぱ15億人の国が動き出したっていう息吹だろうね。はい、もう人もねすごいですよ。プレスデーでさえちょっと取材しにくいんですけれども、うん、プレスデーじゃない日は動けないらしいです、うん、ポルシェのブースとか。このね、まあ、モーターショーがね、はい、いわゆる話題になって始めた、はい、4、5年前のね北京ショーに行った時に、プレスカード持ってるじゃん僕ら、はいはい、それ最後に出てきたらね、それをね、うん、売ってくれ売ってくれ売ってくれと、はい、もうお金握りしめてね、はい、その胸から下げてる、あのクリデンシャルカード売ってくれ売ってくれってすごかったよね。今鉄則ですから、あれ隠すのは。あ、そう、はい、やっぱ会場出るだけは隠さないと、で、まあ、いろいろと欧州のメーカーもですね、ワールドプレミアたくさんありましたね、まあまあ、ベンツの S クラスのハイブリッドも実はここでしょ。ここなんです。あとポルシェのパナメラもね、はい、パナメラもなんと、はい、この5シリーズグランツーリスモとかですね、まあ、お金持ち相手の車はみんなここでワールドプレミアやるんじゃないかという、ね、まあ、いわゆるビッグセダンですよね、はい、今までアメリカ中心に売れてた高級セダンが、ついに中国マーケットに飛び火するわけですよね、はい、ポルシェが欧米以外でワールドプレミアやるのはこれが初めてらしいですね。そうですね、はい、で これも前日に発表会やったんですけども、あの森ビルが建てたという上海の101階建てのビル、はいはい、この94階で発表会やりましたすげえとにかくスケールがね何かとでかいですね。なんかこうもう一見アメリカのデトロイトショー行ったような感じだけど、はい、看板が中国語だから。そうですね、 あれだねアメリカじゃないんだってのは分かるぐらいで、あと実際現場にいるとですね、音が大きいです、とにかく。あ、なるほど、ね、音楽とかちょっと日本人には頭痛くなるぐらいでかいですね。これはベルトーネ、はい、これ だからデザインコンセプトなんですけども、うん、かなりかっこいい車でしたね、そうですね、まあ、やっぱりこういうちょっとスーパーカーも、はい、やっぱ中国人気にしてるのかしらね。それもあるでしょうね、それとやっぱりあのデザイナーとかそういうデザイン工房にとっては、中国からの仕事が今おそらく非常に多いので、こういう場にも出ていかなきゃいけないということでしょうね。今ちょっと通り過ぎちゃったけど、はい、ロータスがハスの花って書いてあったいいね、この通りですねその漢字の当て字がいいよね、クラウン、クラウンですね。何これ、王冠。このクラウンは日本ではマジェスタなんですが、今回マジェスタは初めてホイールベース長くしたじゃないですか、日本でも。だから日本のマジェスタが中国のクラウ ン、で、これは中国向けにホイールベース拡大したと思うんですよね。もう完全にそうでしょう。ですからクラウンは日本専用車かと思っていたんですけれども、中国専用車、これからは中国がメインということになると思います、まあやむを得ないね、はい、まあ、あとは電気系ですね、これから注目されるのは。これはどっかで見たプリウスなんですけれども、これもしかして由良さんが作ったやつ。由良さんが作ったやつで、僕らが取材したやつです、別件で。それがここに出てきたの。上海にいたんですね。由良さんも目のつけとこはすごいねまああれ横浜、あ、ゴムかダンロップかタイヤメーカーが持って行ってたんですけどね。あ、一緒になってやったんですね、はい、アルト、このアルトがね結構売れそうな感じなんですよね、これ本物でしょ。本物です。本物だよね、はい、中国ね一見して似たようなのが出てくるから気をつけないと。これはそうなんです、ホンダ本物、はい、あとでもまあ現地 の組んでるメーカーあるじゃないですか、甲州ホンダとか、そういうところのオリジナルの車っていうのもあるんですよね、オリジナルのコンセプトとか、ね、だからちょっと取材してる側も分かんなくなることよくあるんですが、あのね、これ新自動車産業計画っていうのが出た時に、はいはい、分かりやすく言うと中国の自動車メーカーは、はい、
2つの外資と結婚していいっていうルールだよね、はいはい、第一記者と何とかとみたいな、はい、で技術はあの提供しないといけないみたいな感じですよね。そうそうそう、事実上はどっかの会社が GM、はい、あワーゲンとトヨタとやってるとこあるのよ、はいはい、ありますね。そこが美味しいんじゃないかって。そうですね、第一記者なんか多分そうですよね、うん、トヨタもやってるしマツダもやってるんじゃないですか、ね、でもあの GM も、はい、あの中国では今まで一番売れてた自動車メーカーですからね、はい、ビュイック、はい、黒いビッグセダンなんだけど、はいはい、まあ、とにかくセダンが好きだよね、うん、そうですね。あとフォルクスワーゲンとアウディが強いですね。アウディ強いですね。でさっきも出てたんですけど A4 でも L があるんです、ロングホイールベース、うん、なるほどね、だからでっかくないとダメなんですよね、うん、それは分かるような気がするな、ね。まあ、ですからセダンはすごく売れるんで、日本車でも日産ティアナであるとか、そら今度のスバルレガシー、うん、もうちょっと大きくなったんで逆に中国でいいんじゃないですかね、うん、シトロイも結構売れてますね、走ってますね。もともと上海ってね、こうフランスのね、はい、うん、あの文化っていうかが ね、 そうですね、昔入ってましたからね。かっこいいクラブとかバーとかありますからね、うん、街中にも、うん、プジョーはこの206、元206が中国では207としておってますね、うん、パラメロ、ね、これがワールドプレミアですね。せーの、じゃーん。パナメーラは清水さんの方が詳しいですね。詳しいです、はい、だって今乗って帰ってきたばっかりですね。まさにやっぱりねターボ良かったね、普通の S もいいんだけどね、まあ、あのブース、ここはブースの中にも商談ルームがあるんですね、うん、でもそれはアメリカもそうなんだけど、これもしかしてシャンペンゴールドじゃない、はい、そうですね、これが良かったよ、この一番悪そうな感じで、うん、この上海モーターショー初日かなんかに20台売れたらしいです、うん、あのドイツの、ね、高級オーディオがついてて、ちょっと名前忘れたけど、はい、1000ワットで iPod でそのままつながって、自分の iPod を1000ワットで聞いてたんだけど、はい、iPod でもじゃあかなりいい音がしちゃう、いい音してましたね、うん、トランクはちょっと狭いですかね。いやそんなことないよ、そんなことないですか、まあ、そのまま何て言うんだろう、はい、あのバゲージが縦に4つ入るし、うん、はい、リアシートを倒すとゴルフバッグもかなり入るし、なるほど、まあじゃあ BMW 7シリーズとかメルセデス S クラスだからちょっと目先を変えて乗りたいっていう人には最高の選択肢になる、うん、まあ、一番のこうちょっとスポーツカーメーカーが作ったっていう部分で言えば、はい、マセラティのクワトロポルテとか、はいはい、まあ、ジャガーの XJ あたりが本当のライバルなんだろうけ ど、 なるほど、やっぱりスポーツを言ってる BM あたりは一番パナメラの影響を受けるかもわからないね。そうかもしれないですね。でもこのセグメントにアストンマーチンも出てきそうだし、はい、まあ、それとなんかこういうハイブリッド、はい、そういえばそうだ、中国の BYD、 そうですね、最近ね、ドイツメーカーのエンジニアと話してるとね、はい、昔は日本の自動車産業、自動車部品メーカーという言い方してたんですよ、ジャパニーズインダストリー、はい、最近ジャパニーズって言わないのよ、アジアンインダストリー、はい、だから彼らから見たら日本のデンソー IC、ブイジストンも、はい、これから中国のバッテリーメーカーの BYD も、はい、同じような地域で見ればアジアンインダストリーなんだよね、はい、まあ、BYD はもともと電池メーカーで携帯電話のリチウムイオン電池では 30% シェアを持ってますから、中国の世界の、はい、世界のです、世界の、世界の 30% リチウム、はい、それはすごいね、はい、でフォルクスワーゲンが提携しましたよね。でもちょっと前東芝と提携したじゃん、まあ、3つぐらい提携先ありますよね。なるほどね。で一応プラグインハイブリッド世界で初めて量産のプラグインハイブリッド世界で初めて発売したのが BYD ですからね。メルセデス・ベンツの S400 じゃなくて、はい、ええ、プラグインです。あ、プラグインでしたね、はい、ええ、もうすでに昨年発売してます。なんか今 A3 って書いてあったけどアウディじゃないでしょちょっと分からないですねこの車がかなり人気らしいですね。チェリー、ええ、こういうこれ中国のお姉さん違う、吉田由美さんでした、ね、女性が好んでるみたいですね。なるほど、ええ、あの車も確か韓国の車のパクリなんですけどね、実はね、うん、グレートウォールってこれバニーの頂上のこと言ってるのかしら、ね、はい、それそうですね、グレートウォールって言いますもんね、うん、結構でもデザインがなんかちょっとかっこよくなってきてるんですよね、実は、うん、昔は縦横比がどう見てもおかしいとかそういうのが多かったんですけれども、うん、なかなかまとまってきてますね。なるほど、はい、
必ずこういうハイブリッドとか、うん、なんかねこれ見たらもう東京モーターショーはなんか老人クラブのショーになっちゃうんじゃないの、まあなんか盛り上げないと僕らも考えないといけないでしょうね、おそらく、うん、まあ、いろんな提案してるんだけどね、はい、どうもみんな縄張り意識が強くて、ね、はい、ちょっとイライラしてるんだけどね、うん、まあですから数の上では完全にもう越されてますよね、うん、あのだって下手したらもうアメリカ市場抜く、はい、そうですね、1月3月は抜いてますしね、まあ、アメリカが今年900万台ぐらいまで落ちる、はい、まあ、中国が約2000万台市場ですからね、はい、数の上ではトップで質の上でも今頑張ってるみたいなんですね、うん、とにかく政府の肝煎りでこういうハイブリッドであるとか電気自動車を開発してますから、メーカーだけではなくて、うん、いろんな大学ですとかそういう研究機関も国の予算で開発してますから、うん、非常に怖い存在になると思いますね。あの前にね環境問題で、まあ、結構取材行った時に、はい、政府系の人たちとの話す機会があったんだけど、はい、89年頃の文化大革命だっけ、はい、文化大革命じゃないや、天安門事件の後に、はい、あの、まあ、中国はやっぱりちょっと民主化していこうという中で自動車を作ろうと、はい、その時にエンジン作ったらやっぱり欧米にかなわないだろう、はい、まあ、特に日本を含めてね、はいはい、だから今欧米日米欧が当時やってないバッテリー技術で特化するんだということで、はい、あのプロジェクト89っていうなんかコードナンバーがついたらしいので、はいはい、それは89年にそういう意思決定を中国共産党の方でしたという話を聞いたけどね、はい、だからもう20年以上前からもうこの EV の時代であの中国は世界をリードするという国の骨太方針があったみたいなね、はいはい、まあ、ガソリンで今から言っても仕方がないということでしょうね。そうですね。で意外とその政策が当たるかもしれないって今、うん、だから石油は中国手に入らないんだけど、はい、石炭がいっぱいあるから、はい、むしろ電気の方がいいんだよね、はい、でも石炭で電気作られるとちょっとプリウスの方がもしかしたら CO2 少なくなるかも分からないんで、うん、まあ、そこも石炭発電の仕組みをちょっと、ね、今 CO2 をトラップするとかね、はい、今オーストラリアと中国ですかね、うん、すごく石炭発電の比率が高いのはね、はい、で進化させてるんですよね、うん、そこにね意外にワーゲンなんかがね、はい、技術共有したりしてるんですよね、あと日本政府も CO2 を、はい、あの固定化する技術をね、はい、商社経由で技術共有したりしてるので、あ、これ今回一番注目だった ロールスロイス、ベビーロールスでした、はい、おあれも意外とかっこいいと言うと怒られるかもしれませんが面白い車でしたね、うん、はい、これはキャデラック、そうですね、このジーリーっていうメーカーはかなりあのそういうのが得意なメーカー、キャデラックじゃないんだよな、はい、何プレミアムカーを作るんですね、ジーリーっていう、まあ、民族系の会社ですけどね、これはちょっとハマーチック、これはもうあの来年エキスポがあるんで上海で、なるほどね、まあ、ただまあドイツでね、はい、あの衝突安全やるとまだまだだっていう話もあるんで、星ゼロだったらしいですねあのでもだからといって一概にね、はい、ダメだって、日本車だって80年代、はい、オフセット衝突ってやられてバラバラになったんで、トヨタが頭きて、はい、あのゴアっていうことをその和田副社長がやり始めたんで、はい、まあ、でも中国 その空気っていうのはすごいね、はい、まあ進化の幅っていうのは進化のスピードがね全く違いますよね、うん、ですから本当に 2,3 年でこうかなり変わるんじゃないかなと思ってます、まあ、一方で日本がなんかこう、ね、高齢化して元気がなくなっていくっていうのが本当に対照的ですね、はい、もうねこの街を見てても勢いありますし、モーターショーを見ても勢いあるし、うん、まあ、パクリの車とかバカにして見てる場合じゃねえなっていうのが正直なところですね、うん、でもさ、元で儲けてもどうするんだろうね、みんな世界の企業、うん、そこの仕組みはよく分かんないんだけど、うん、はい、まあ、非常に熱気あふれる上海、はい、まあ、石井ちゃんも大変でしたね、はい、ありがとう、ありがとうございました。